婚、子供一人いる47歳の男です。仕事で昇格しましたが、パワハラがひどく鬱になりました。家事や育児もしてましたが、妻は鬱の旦那を驚かし、子供を連れ去り、離婚を申し出されています。母もコロナで他界し、投資詐欺で大金も失いました。子供にも会えず、仕事もできず、2年近く、生き地獄が続いています。って47歳。いやー、これはきついわね。やっぱりね、お子さんとね、奥さんが、もうそのお家を出ちゃうっていうのは、それは旦那さんはね、うつ状態になると思うのよ。男はやっぱりね、女性の方が強いから、精神は。はいはいはい。だからたくましいのは女性の方がたくましいので、男の方がこう弱くなったら、本当に階段転げ落ちるぐらいの勢いで、まして投資詐欺に遭ってた、ね、大金を失うっていうと、もう夢も希望もなくなるじゃないですか。はいはいはい。でもそれをずっとそういうふうに地獄が続いて、そういうふうに思ってても、そこからずっと這い上がることがなかなか難しいと思うの、うん、自分がそういうふうに思ってたら、どっかで切り替えて気分転換することが大事。お仕事だって今してるかしてないか、してるのかしら、この方。今仕事もできずなので、ちょっと鬱の状態で難しいから、ね、だからそれがきついわよね。だからやっぱりこう、こもるんではなく、うちにこもるんではなく、お友達とその愚痴を言える、こういう状態なんだけど、なんか友達と話して少しでも安らぐ気持ちを持つことが私は大事だと思うので、そこから抜け出すことをまず考えないとダメ。まずそうやってから、必ずね、辛いことがあってもいいことがあるから、悲しいことなんと、あとはね、嬉しいことも楽しいこともあるじゃないですか。それはね、私も経験してるの、いろんなことで。だから、私はその鬱になるようなことは一回もないけれど、私の周りで鬱になった人もいる、そういう人も見てるから。でも諦めないで、まだあんた47歳だから大丈夫よ。美香さん30年後ですからね。50歳になった時にね、やっぱりちゃんと外に出て友達と話せるような状態に、それを2年かけてでもいいから、少しそういう気持ちでやってったらいいと思うわよ。やっぱりね、化けちゃダメよ、人生1回しかないんだから。ましてお子さんのね、あんたお子さんがもし仮に成人になった時にさ、会いに来てくれるかもしれないし、まあお子さんが大きくなればまたお父さん普通に会えるようになりますからね。そうよ、だからそれをやっぱり楽しみに、やっぱり子供のために頑張ろうって気持ち。だから投資詐欺にあったってことは、それはもう自分も、それはあなたも人がいいのよ、そういうものにね、大金を失っていくっていうことは、だからそういう人の良さを持ってるんだから、諦めずに頑張ってほしいと思うわ。美川さん、お子さん好きなのに子供欲しいとは思わないですか？でこの間占いの番組で養子をもらいなさいって言われた、うん、ほう、いかがですか？でもそんな、もうこの年でしんどいわ。もう体力的にめんどくせえみたいな話なんですか？めんどくさい。それでも、いや、もう日々の生活の中で歌を歌って、こういう、まあね、YouTube おだまりチャンネルみたいなのができたら、それはそれで皆さんとこうキャッチボールできるじゃないですか。はいはい。だから楽しいですから、まあそんなにそこの方、そっちの方向性に行かなくていいかなと。おお、まあじゃあ友達のお子さんとかにたまにこうおじばって言われるぐらいがちょうどいいみたいな。そうだからね、まあ先のことは分かりませんからね。でも後継ぎが意外っていうのはちょっと不安は不安よね。やっぱ後継ぎを、なんかその三河財閥を継がせたい感じですか？そんな財閥って、そんなそこそこはあるけど、そんな、いや、何十億はそこそこじゃないですよ。何十億もあるわけないじゃないの。あなたが自分のレベルで言ってるでしょ、何十億っていうのは。でもだって1年で二十何億儲けたじゃないですか。それは昔の話じゃない。昔、大昔の話よ。平成の初めの頃の話じゃないの。それ今何年だと思ってんのよ。全部使っちゃったんすか？全部は、でも、ほんと結構使ってきたわね。
使っちゃうんですね。養子にしてくださいって。養子になりたいって子がいっぱい。でも美川さん別になんか美味しいもの食べたいって言ってもなんかおごってくれる人いそうだし、服もその所詮数百万じゃないですか。お金使い切るの難しくないですか、はい、忙しいと。でも結構使えますよ私。どんなことに使うんですか。ブランド品のものを買いますね今ファッションでも。でもリサイクルショップ行って。だって美川さんが買うレベルのだと転売したら普通に売れちゃいません。なんか買ったカーバンが高くなっちゃいましたとかありそうじゃないですか、バーキンとか。え？なんかブランド品もなんかいいやつだとちゃんと値段上がるじゃないですか持ってるだけで。そうね。そんな時は売ってもいいかなっていうのはあるかもしれないけど。だからなんか三川さんのコレクションもなんか散財じゃなくてむしろそれ投資になってんじゃねえかっていうのがありそうな気がするんですけど。ああね、でもいろいろみんな思い出していろいろ投稿してくれてるわね。今までお世話になった芸能人の方はどなたですか？いっぱいいらっしゃると思いますけど。でも皆さん割と知らない方も多いかもよ、もう若い方は。確かに、ね、そうですね。あの三川さんがまだ売れない時代にお世話になった人とか言われても、その昭和初期の話言われても分かんないですもん。そうよ、昭和の時代ですもん。あの阿部のり子さんとか。阿部さんは知ってらっしゃるでしょ。はいはい、あ、すみません。あ、そっか、阿部のり子さんとか。これで腰振りですか。はい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 。シャンソンの。はあ、そっかそっか。そこら辺から僕、シャンソンの王様よ。そこら辺から僕ちょっと分かりづらいです。あ、そう。でもシャンソンは知ってらっしゃるでしょ。あ、もちろんシャンソンは分かるんです、フランスの。ね、はい、私、シャンソンも歌ってんのよ。あ、そうなんですね。はい。ドラマチックシャンソンコンサートって年に1回、もう20年以上は続けてんの。ライブアップして。やっぱちゃんと、でも新しいシャンソンを覚えるのとか結構大変じゃないですか。大変ですよ。だからね、たまに歌詞がね、もう、ちょっとこう、あっち行ったりこっち行ったりすることあるから、もう体で覚えなきゃいけないのよ。あ、体で歌詞を覚えるんですか。そう、体でも体にもう入ってれば、自然に、出てくるから。はあ、そういう、そのなんか身振り手振りで覚えるみたいな。だからそのここ行ってこの歌こう頭で出しが、あの上手の方でちょっとこう出たりとか、そういうふうにやって覚えることもありますね。へえ、あ、そういうやり方があるんですね。でもなんか今2000円払ってる人で、30年前にディナーショーに行かせていただきました。握手していただいた写真は大切に撮っております。あ、本当ありがとう。お帰りの美しさを証拠持ってますっていう。ああ嬉しいわ。お客さんが。でも30年前の写真とかやっぱ持ってる人いるんですね。こんばんは、大スターですよねって書いてますけど。いいえ。まあでも、あの、なんかそのポットでの人って大スターって呼ばれないじゃないですか。まあなんか紅白出ましただと、あ、スターだよねって言われるんですけど、なんか大スターって言われても、まあ三川さんだと確かになっていう謎の説得力ありますよね。おお、そう。でもそれはもうね、皆さんがそういうふうに思ってくださるから、それを励みに頑張るわよ。